あ、どうですか、です。次の関節。やってみよう。はい、お願いします。くっそ、汗かいとるけど。ちょっと、すっごい、すっごいだれてくる。まあまあ、もう気にせずやってるから。はい、すいません。今回テーマ。はい。なので、ハルトの、はい、サインを書くと。書いてくれる？おぉ。あー。なるほど。なんのー、あ、いや、違う俺的にはこっからまた行くと思ったら終わった、あ、もう終わったと思って、この、あ、なるほど、うんうんうん、これどうかじゃん、いや、結構初めの、プロ1年目の時とか変わってた、変わった、変えてはないですけど、うん、これに行き着きました、このね、こう、俺のサインこうあるじゃないですか、うん、ここは、うん、この、こういう位置あるじゃないですか、はいはいはい、ここを取ったわけ、そこだけだね、でもここもちょっとおんねん、この辺におんの、それ、H、 はい、以上、え、ってことは、これは、はい、H の、そうです、ハルトの H、 H だけの、はい、H だけにしては、ぎょうさんな、なんか増えたかな、なんか、俺らしいじゃないですか、らしいな、ひとまず、ケツでこのぐらいそれがサインにもこもってんねや、こもってますね、ええな、はい、最初考えたらいつやった、T シャツ、これはね、プロ決まったらしい、あ、決まって、はい、あ、サイン書く機会もあるやろから、はい、考えな、はい、おいで、どこで考えてる、覚えてる、覚えてますよ、授業中考えてました、授業中かい、はい、授業中考え出して、うん、帰ってそれ宿題でしょ、どういうこと？あの家でサインを考える宿題を学校で作って、うん、自分で、はい、うん、学校の宿題展開。謝った。まあ勉強も大事だからな。それちゃんと言うといた方がいいや。子供たち見てるから。そうですね。うん、説得力あると思う。勉強は大事。うん、いいメッセージ。はい、まあ授業中に考えたらあかんねんけど、あかんねんけど、授業中にちょっと考えようかなってなって、家で最終的に詰めたん、そうそう、宿題にして持って帰って、そ、まあ、それでいいよ、で、できたの、これね、できたの、で、あの最初は、あのほんま、しっかり絵描いてた、いや、最初はもっと長かったっすよ、え、たぶん、ルートーまで行ってた、ルートーもあったと思う、あ、そうなの、うん、から徐々に、そう、削ってって、そう、H だけに、でも形はあんま変わってない、ここのスタートはね、ルートを消してんのに形はあんま変わってないって、いやだから思ったんよ、俺ここでもうちょい行きそうやなって、あ、そういうことね、うん、なんか行きそうな勢いあんのに、確かになんかルーバーでありそうやもんね、いやそうやね、なんか上がって終わるのもなんか珍しいし、もう一回下にここスペース上げてたから、確かに行きそうやったら、ね、39回で終わってもらった、あとちょっと裏話、お、悩んでることがあって、お、39をここに書くか、うん、これ大きくして中に書くか、あー、ここでいいんじゃん、ここでいいか、あ、バランスええわ、もうややこしい、もうそういうとこや、だからこう位置だけやのにグリャグリャってなって、何か分からんもんね、ここ今もう分からんここに来たらもっと分からんなと思う、でも白井ハルトが書くからいいんじゃない、そりゃそうです。あるともサインで。サインとか何でもいいじゃないですか。まあね、基本はね、まあね、こうもらった人が、あ、そういう意味あんねんやって、あ、そうっす、分かった方がええやん、はい。だからこれ、毎回定番のテーマにして、ね。H です。H だということで。はい。H のちょっと詰め込んだ番。詰め込んだ番。39はこれでいきます。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。ありがとう。